皆さんどうもこんにちは、スカッチです。ついにですね、ZV-1 の後継機種、ZV-1 Mark II がね、ソニーさんから正式に発表されました。6月23日に発売予定となっています。この新しい ZV-1 Mark II はですね、前回のモデルの ZV-1 よりさらに広角のレンズを採用していて、最近発売されたフラッグシップ級のね、Vlog カムである ZV-E1 にね、搭載されていた機能っていうのも、かなりね、盛り込まれた、新カメラになっています。しかし正直な話をすると、そんなね、目立ちそうなカメラじゃないかなっていう風に発表を聞いて思いました。というのも撮影して出てくる写真とか動画っていうのはぶっちゃけね、あまり変わってなくて、まあその代わり操作性であったりとか Vlog により特化したね、作りになっていたので、今日はねその辺の発表内容も含めて、この ZV-1 Mark II、どういった方におすすめなのかとかね、まあ、僕がその発表を聞いていいなと思ったポイントとかをね、ご紹介していこうかなと思います。それでは早速始めていきましょう。ではまず最初に今回発表されたね、カメラの基本スペックから振り返っていこうかなと思います。まずカメラの名称はですね、ZV-1 Mark II という風になっています。ボディカラーに関してはブラックとホワイトの2色展開となっていて、有効画素数はですね、静止画で約2010万画素、動画で約1680万画素という風になっていて、まあ静止画と動画でね、有効画素数が違うというカメラになっています。そして画像処理エンジンは一世代前の Beyond X が搭載されていて、センサーは ZV-1 と同じ1インチセンサーの積層型の CMOS センサーとなっています。そしてレンズはですね、カメラ本体と一体型となっていて、今回もカールツアイスのレンズが採用されています。焦点距離に関しては 35mm 換算で 18-50mm の F1.8 から F4 のレンズが搭載されています。動画性能は 4K30p、 そしてフル HD で 120p まで撮影することができます。最短撮影距離は広角側で 5cm、望遠側で 15cm となっているので、まあ、かなりね、寄った撮影っていうのも可能になっています。そしてカラープロファイルはですね、クリエイティブルックを搭載していて、 S シネトーンは非搭載となっています。続いて手ブレ補正は電子式のアクティブ補正を搭載していて、ZV-E1 に搭載されていたダイナミックアクティブ補正っていうのは今回非搭載となっています。外観はですね、バリアングルモニターを搭載していて、今回 USB Type-C での給電が可能となりました。そして三脚穴の位置っていうのも修正されていて、シューティンググリップとかをつけたままでもバッテリーとか SD カードの取り外しっていうのが可能になりました。続いて新機能になるんですけど、まずシネマティック Vlog モードですね。シネスコのサイズにできたりとか、ルックとかムードとか、そしてオートフォーカスのトランジション速度とかっていうのを変化させて撮影することができます。2つ目の機能は複数人顔認証といって、画角内にね、例えば新しい人物が入ってきた時とかもその人に、ね、ちゃんとピントが合うように設定することができます。3つ目はインテリジェント3カプセルマイクといって、これ ZV-E1 に搭載されていたマイクになるんですけど、内蔵マイクで指向性が切り替えれるようになっていて、オートと前方と後方と全方位っていうね、その4種類の指向性を切り替えることができます。続いて4つ目はですね、内蔵 ND フィルターが今回搭載されています。絞り値でいうと3段分ですね、8分の1までの減光が可能となっています。そして5つ目の背景ボケ切り替えっていうモードがあって、まあ、背景のボケ量っていうのを調整することができるようになっているそうです。まあ、あとは ZV-1 にあったような商品レビュー設定っていうのも今回搭載されています。そしてメニューも新メニューとなっていて、タッチ操作も可能になっています。バッテリーは NP-BX1 というね、 NP-FZ100 よりも少し小さめのバッテリーとなっていて、本体重量が約 292g とかなり軽量になっています。最後に価格なんですけど、店頭予想価格がおよそ12万円前後にねなるんじゃないかと言われています。予約開始が5月30日の10時からというふうになっています。以上がこの新しい ZV-1 Mark II の基本スペックになります。それでは僕がこの ZV-1 Mark II の発表を聞いて、ここいいなと思ったポイントをご紹介していこうかなと思います。まず一つ目はですね、レンズがより広角になったっていうポイントになります。35mm 換算で 18mm からかなり超広角にね撮れるようになったので、まあ、こういったシューティンググリップを使用した自撮りでの撮影っていうのもすごくね余裕を持って、画角内にね顔とか、まあ、もしくは後ろに人がいたりするとその人も含めて入れることができるかなと思います。そして望遠側の焦点距離も 50mm までとなっていて、まあ、Vlog を撮る上で必要な焦点距離は十分ねカバーできてるかなと思います。まあ、広角側の 18mm だと F 値もですね F1.8 までかなり明るく、もう単焦点ぐらいのね使い方ができるかなと思うので、その辺の明るさっていう面でも、まあ、十分担保されてるかなと思います。
続いて2つ目のいいポイントはですね、最新機種に搭載された新機能っていうのがこのカメラにも、搭載されたというところです。まずはシネマティック Vlog モードの搭載ですね。まあ、こちらも簡単にこう映画風なね撮影、映画風な雰囲気とかムードとかで撮影することができますし、オートフォーカスのトランジションもこうゆっくりオートフォーカスを当てれたりとか、まあ、パッとねこう切り替えれたりとか、まあ、そのあたりのこれまでスキルが求められていたポイントにカメラがねオートで対応してくれるようになったっていうのはすごくねこうカメラ初心者の方にとっても扱いやすいポイントかなと思います。そして内蔵マイクはですね、インテリジェント3カプセルマイクが入ったっていうところで、まあ、指向性の切り替えができるようになって、本当にこう内蔵マイクだけでねほとんど撮影することができるんじゃないかなというふうに思います。続いて3つ目のいいポイントはですね、内蔵 ND フィルターを搭載したっていうところになります。これは Vlog カムシリーズでは初めて、そして α シリーズでもね搭載されていないので、この内蔵 ND フィルターを搭載したっていうのはねソニーさんとしてはかなり珍しく、そしてかなり便利なね、機能になるんじゃないかなと思います。まあ、原稿量だけ言うと絞り3段分、まあ、8分の1原稿なので、そこまでね、原稿することっていうのはできないんですけど、まあないよりはねやっぱあった方がいいかなと思う機能なので、この内蔵 ND フィルターが入ったっていうのは、まあ、すごく進化したポイントかなと思います。続いて4つ目のいいポイントは ZV-1 のユーザーの声をしっかり反映した外観のアップデートになります。例えば三脚のネジ穴の場所を修正したりとか、あと USB Type-C で給電できたりとか、メニューも新メニューに変わったりとか、タッチ操作ができたりとかね、ZV-1 ユーザーが不満だと言っていたところが、まあ、ある程度解消されて今回出てきたので、そういったところではすごくいいね、アップデートになったかなと思います。以上の4つがですね、僕がこの ZV-1 Mark II の発表を聞いて、ここね良くなったなと、ここいいなと思ったポイントになります。続いて今回のこの ZV-1 Mark II で僕がね気になったポイントをご紹介していこうかなと思います。まずはレンズの F 値になります。今回ねレンズの F 値が変動性となっていて、望遠側だと F4 になってしまうので、正直夜間とか暗い場所での撮影っていうのは難しいかなと思います。まあセンサーサイズもですね1インチとそんなに大きくないので、まあ、夜撮影した映像とかも少し見たんですけど、正直ね、夜撮影した映像に関してはそんなに綺麗じゃないかなというふうに思いました。続いて2つ目はですね、オートフォーカス性能があまり進化しなかったっていうポイントになります。まあ、今回搭載されるんじゃないかと言われていた AI のプロセッシングユニットっていうのが結局搭載されなかったので、まあ、これまで通りのファストハイブリッドオートフォーカスっていうのがそのまま搭載されているので、まあ、フォーカス面での進化っていうのはあまりね、期待できないかなっていうのと、まあ、ソニーさんの方針としても何でもかんでもね、この AI のプロセッシングユニットっていうのをカメラに搭載してくるわけじゃないんだなっていうふうに、実感しました。続いて色味になるんですけど、画像処理エンジンが BeyondX から結局進化しませんでした。そして S シネトーンも非搭載というところで、やはりこう撮れる絵に関してはあまりね ZV-1 と変わらないというか、まあ、そんなに進化してないかなと思います。まあクリエイティブルックが新たに搭載されたことや、シネマティック Vlog モードっていうのが搭載されたことによって、やはりこのカメラの、まあ、性能というかポテンシャルっていうのは取っ手出しですぐ出すっていう絵に対して強いカメラなのかなっていうふうに思います。そして最後4つ目はですね、まあ、このカメラ全体を見た時に正直焦点距離が超広角になったこと以外の進化っていうのがあまり目立たないかなと思います。まあ、これは例えば ZV-1 を持ってるユーザーからしたらすごくね待望のアップデート、まあ、かなり進化したなと思うかもしれないんですけど、α ユーザーからしたら正直なんかこう一世代前の、まあ、ちょっと昔の感じのまだカメラの印象が残った感じになっちゃったかなと思います。まあ、やはり軽さとか手軽さっていうのを求める前に、撮れる絵が綺麗かとかね、写真とか動画のそのデータ自体の品質がいいかとか、まあ、そのあたりがね結構やっぱカメラを持つ上でもうスマホに勝とうと思ったら今結構重要なポイントになってくると思うので、まあ例えば α 系を1台持っていてサブ機として運用するとか、まあ、そういった使い方はできなそうな感じはします。あとはスチル機能っていうのが今回低下しちゃっていて、例えば手ブレ補正であったりとかシャッタースピードのね、その幅とかね、まあ、そういったところではかなり劣化が見られているので、写真を撮るカメラっていう観点で言うと今回の ZV-1 Mark II っていうのはあまりね、おすすめできないかなと思います。まあ、やはり今回思ったのが、動画をね撮影するのを小さくてコンパクトなカメラにするっていうのがすごく難しいんだなっていうふうに、まあ、改めて考えさせられました。しっかり動画を撮るならやはり大きなカメラ、結構いいねフルサイズのカメラとかを使うのがいいと思うし、手軽に簡単に持ち運ぶって言ったらやはり GoPro とか、Osmo ポケットとかね、まあ、そういったかなり小型なアクションカメラの方がまあ向いてるかなっていうふうにも思うので、その中間のカメラを作ろうとすると、まあ、こんな感じになっちゃうのかなっていうのが、まあ、正直な感想になります。
それはあくまでもこの機種がダメと言ってるのではなくて、この Vlog カメラっていうそのジャンルがすごく難しいなっていう話をね今回したいんですけど、まあ、かなり立ち位置的にもこの Vlog カメラってじゃあ本当に必要としてる人ってどれぐらいいるのかとか、まあ、このフルサイズのカメラとそしてアクションカメラとそのある中での中間っていうね立ち位置がすごく難しいなと改めて感じました。以上の4点がですね、僕が今回発表を聞いて気になる点になりました。やはりカメラとして一番大切な明るさとかね、ボケ感とかオートフォーカスとか色味とかね、まあ、そういったところの改善とか進化っていうのがあまり見られなかったのが少しね残念かなというふうな印象を持っています。さあ、ということで本日は新しく発表されました ZV-1M2 の、まあ、発表を聞いて個人的に思ったこととか、まあ、スペックの振り返りとかね、まあ、そういったことを話していきました。ソニーの Vlog カムシリーズとして一番最初に登場したこの ZV-1 っていうカメラがようやく第2世代になったっていうところで、まあ、他のね機種たちもこれからどんどんね第2世代になっていくと思いますし、そんな中でも個人的には ZV-E10 のね後継機っていうのをすごく期待しているので、まあ、今後もこの Vlog カメラのシリーズっていうのはすごくね勢いが止まらずどんどんね新製品出てくるかなと思います。まあ、今回のこのカメラに関してはやはりね 18mmF1.8 で撮れるっていうところで特に自撮りをするユーザーにとってはねすごくいいカメラになっていますし、カメラを初めて持ちたくて、まあ、スマホ以上のね画質とかクオリティで撮りたいっていう方にとっては守備範囲はそんなに広くないんですけど、まあ、一定数刺さるユーザーもいるのかなというふうに思います。ということで今日はこの辺で動画を終わっていきたいと思いますので、皆さんぜひねこの ZV-1M2、まあ、どういった感想を持ったかっていうのもコメントでシェアしていただけたら嬉しいかなと思います。最後にこの動画がいいなと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。インスタグラム、ツイッター等の SNS もやってますので概要欄からぜひフォローの方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。坂内でした。